皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回の動画はこちら、ベベン、ビヨンドチューブバッファープラスというバッファーエフェクターを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。でも前回も、同じような動画アップロードして、このエフェクターを紹介させていただいたんですけれども、まずこのビヨンドチューブバッファープラス、このエフェクターの魅力とかいいところとか、こういったことにその気づいていただくためには、分かっていただくためには、魅力を伝えるためには、皆さんがまずこのバッファーとは何か、バッファーはなぜ必要なのかっていうことを分かっていただいてないと、その気づけないと思うんですよ。なので前回の動画はどっちかというとね、エフェクターの紹介というよりもバッファーとはなぜ存在するのか、なぜ必要なのかみたいなことをお話しさせていただきました。僕も正直その専門的なことは全然分かんないんですけれども、初心者の方含めエフェクターについて全然詳しくない方でも、ああなるほどね、そういうことなのか、音を聞いて、ああなるほど、確かにバッファーあった方がいいなとかって、そんな感じでなんとなくでもね、ざっくり感覚をつかめていただけたら幸いでございます。この動画では改めてこちらのビヨンドチューブバッファープラス、改めて紹介させていただきますので、ぜひこの魅力を存分に楽しんでいただけますと、幸いです。とりあえずいつも通り、画面ドンズバババーンと音もお見せしながら、お手元もお見せしながら音を鳴らしていこうかなと思います。電源をペット入れてね。で、思想環境としてはいつも通りこのビル・ローレンスの BL1 からカナレのシールドで、ブラックスターの、スタジオ10 6L6 につないでおります。とりあえずこのビヨンドチューブバッファープラスつなげずに、こちらのブラックスターの安直の音を、ちょっと聞いてみてください。ギターからアンプに今直で行っております。ちょっと弾いてみるんで、この音の張りとか立ち上がりとか艶やかさとか腰とか、そういったものにこの聞いていただけると嬉しいなと思います。行ってみましょう。あ、ちなみにカナレのケーブルは3メートルです。レッツトライ。音です。ちょっとビヨンドチューブバッファープラスつなげてみましょう。一応バッファーっていうのは基本的にそのギターの入力の音をそのままなんかこうあまり加工せずにその送り届けるのが基本的な役割なんですけども、このビヨンドチューブバッファープラスに関しては真空管を搭載していることで、真空管ライクなこのプラスアルファをしてアンプの方に届けるというような特徴になっております。なんで、良くも悪くもその音が変わるわけですよ。どんな感じで変わるのかちょっと聞いてみてください。こんな感じ。です。一応このつまみをこっち側に回し切ると、そのギターの信号1に対して1の信号というか、その増幅せずに出しているらしいんですけれども、これはそのエフェクターの特性なのか、それともこのバッファーの効果なのか分かんないんですが、普通に音が明らかに太くなっているのが分かるかと思います。で、これ何だろうな、その比べちゃうとさ、その音量がでかくなってるじゃないですか、明らかに。だからこれによってその、音変わってるじゃねえかって感じがするかもしれないんですけども、でもこの聴き比べた時にこの音の張りとか立ち上がりがね、格段に良くなっていると思うんですよ。格段に良くなっていると思うんですよ。ちょっとそれをね、ぜひ聞いていただきたい。前回の動画のコメントでその劣化した方が好きかもみたいな感じのコメントもありましたけども、ちょっとこうね、これで聴き比べるとどうすか。ちょっともう一回言ってみましょう。安直の状態、つまりバッファーをかませない状態です。こんな感じの音、これ
にあのブラックスタートアンプがさすごくいいからさ、まあ、これだけでも全然十分使える音なんだけれども、バッファをかますとすごいこの艶やかさっつうんですかね、音の張りっつうんですかね、なんかこのめちゃめちゃこの迫力みたいなのが増す感じがすると思います。やってみましょう。なんかこの音の太さみたいなのがその、ね、あのかなり加わっているのが分かるでしょうか。これがそのいわゆる真空管マイクとしているサウンドなのかはちょっと分かんないんですけども、まあ、明らかに音が太くなっているのがすごく分かるかと思います。で前回の動画で紹介させていただいた通り、まずそのギターから一発目にこのビヨンドチューブバッファプラスをかませば、後ろ側にいろいろと長いケーブルとかいろんなパッチケーブルとかいろんな電源とかエフェクターとかたくさん並べたとしても、すごい劣化しないストロングな信号で発信することができるんで、逆に音作りがしやすくなると思うんですよ。意図しない劣化があって、でその劣化が好きとかあるかもしれないんですけれども、でも意図しない劣化ってさ、意図的に作り出せるかって言ったら、そうね、電源が変わったりとか、なんかライブハウスで演奏します、文化祭演奏します、でなんかそこで組んだ時になんかあれちょっといつもと音違えぞみたいな感じになったりすることもあると思うんですけれども、バッファをかましていけば安定した状態で音作りをすることができるので、逆にめちゃくちゃ音が扱いやすくなると思うんですよ。でこれからね、その例えばその 音をもっと丸い方がいいとか思ったら、ここからそのイコライザーなり、それと歪みなり、あのトーンなり、いじればいいだけの話であって、こっから一回音を太くして、でこっから先でいろいろこのいじくるっていう風にしていくと、システムとしてもすげえ構築しやすいのかなと思います。でこのビヨンドチューブバッファープラス、ここにつまみがついていて、これを上げることでゲインをちょっとずつ上げることができるんですよ。ちょっくらやってみましょう。今これ手前の信号1に対して一応1やってるらしいんですけども、まあ明らかに太くなってますけど、まあ一応これあの1の状態です。ちょっと弾いてみましょうか。こんな音、原因をガーッとマックスにしてみましょう。結構でかくなると思います。こんな感じです。まあ音量が上がったのもそうだけども、でもこのファットな感じがすごいめちゃめちゃこうプラスアルファされたのがなんかわかるかと思います。ちょっともう一回その絞ってみましょう。絞って、うん、なんか単音、これ歪みとか全然かましてない状態ですけれども、あの後ろにこのオーバードライブとか、ないしはそのディストーションとか、かました時にそのこのバッファーあるなしでかなりそのうーん音抜けって言い方するんですかね、が変わってくると思うんですよ。ちょっとアンプの方で少し歪ませてみましょうか。がっつり原因をマックスにして、こんな感じでどうでしょう。でこの状態で一回このバッファーをかましない状態で鳴らさなきゃいけないのか、かましない状態で一回鳴らしてみましょう。でいっで
またそのアンプがね、そもそもいいからもうね、全然もう過不足ないんですけど。で、ここからそのバッファーをかまして、こっち側の1の状態で、最小の音でいってみましょう。そうするとどんな感じになるかしら。感じにちょっとガーッと上げてみましょう。そうすると歪みも強くなっちゃうと思うんですけども、どんな感じに聞こえるでしょうか。変わりますね。だいぶ変わりますね。まあもちろんその好みとかね、その歪みの量とかもいろいろあるとは思うんですけれども、音が単純にその太くなったのがね、本当にもう如実にわかるかと思います。これがそのビヨンドチューブバッファープラスの魅力であり、威力であり、いいところであり、セールスポイントといいますか、見どころなわけでございます。何度も言うだけどね、そのギターのその根本のそのポテンシャルみたいなのね、そのなんかこの一回り二回り魅力的にする、ちょっとこうドーピング的なエフェクターだと思うんですよ。で、この音量が増えて、その音圧が増えて、で、ここからね、そうどういう音作りをしていくかで、そのね、またすごいめちゃめちゃ音が変わってくると思うんですけれども、頭に一発かますだけで、もうめちゃくさ、めちゃくさ、めちゃくさってなんだ。めちゃめちゃ、そのギターの音がランクアップすると思うので、ギターからまず一発目にこのビヨンドチューブバッファープラスかますっていうセッティング、すごく良いんじゃないのかなという感じでございます。で、ビヨンドチューブバッファープラスじゃなくて、ビヨンドチューブブースターの方は、裏蓋を開けて後ろにトイムがあって、それにこうなんかね、原因とか音量とか調節できたんですけども、バッファープラスに関しては、そういったものが、ないとのことでございます。一応裏蓋を開けるとトリムがあるらしいんですけども、基本的にそれはそのね、ユーザーさんは触らないでねってことなので、僕らがいじれることとしては、このスイッチのオンオフ、そしてこの原因を設定、この2つだけということだしです。で、あとは機能的な説明を軽くさせていただきますと、このスイッチって、こっちからバッファーかかった音を流すか、それともこっちからバッファーかかってないチューナーアウトをするかの切り替えスイッチなので、チューナーアウトの方からその、ね、チューニングをしながらこっちからバッファーの音を出すということができないので、ちょっとそれだけ要注意って感じです。今はランプがついてない状態なので、こっちからバッファーされてない音が流れております。これをポチッと光らせると、こっちからバッファードの音が流れるというような使い方です。で、もちろん真空管なんで、ちょっと温める時間が必要で、電源を入れてから、だいたい30秒ぐらい置いてから使ってくださいとのことです。で、電源をちょっから今回指定というか、ありまして、推奨されるアダプターが決まっております。僕は今このボスの、これは PSA ってやつかなを使ってるんですけども、これは OK みたいです。というのもなぜかと言いますと、このバッファーって、まあ、すべてのエフェクターがそうだけどさ、バッファーって特にこの電源の質がすっごく大事で、これにこのエフェクターのそのなんかこの機能性とか左右されるらしいんですよ。なんでまあ変な話、なんかちょっとこの粗悪なというか、ちょっとこの安定しない電力とか流すとバッファーの機能が十分にフルに活用できないんで、ちゃんと対応、推奨されているエフェクター、推奨されているアダプターを使ってねということでございました。そんな感じでございます。以上、ビヨンドチューブバッファープラスの話をさせていただきました。どうでしょう？どうでしょう？まあ、聞き比べると、まあ、如実に違いが分かりますよね。なるほどねって思いますよね。
ギターの音がもうワンランクツーランクアップしたような太さとコクと立ち上がりとなんかこのファットさみたいなのが分かったかと思います。一応これまた発売されてなくて予約受付という形らしいんですけれども、もし今後、お店の方で見かけることがありましたら試走してみると、結構いい感じになるかと思います。そんな感じで今回の動画は美容のチューブバッファープラスの、ご紹介でございました。前回の時はね、そのバッファってなんだっていう動画まだ見てないという方は、ぜひ、そちらの方の動画もチェックしてみてくださいませ。概要欄の方に URL を書いておきます。そんな感じで今回は株式会社シングスさんよりお借りしまして美容のチューブバッファープラスの紹介させていただきました。楽しんでいただけましたでしょうか。もし楽しんでいただけましたらまたこうチャンネル登録そして高評価そしてなんかこの感想とかをポチポチとコメントしていただけますと幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。